おっしゃー、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。スタート。小さい子いますかね。いるんじゃないかな。結構いると思うよ、うちの本丸。うん、見てく。はい、いましたね。お前かお前かっていう。はい、極め登場でございますね。はい、今回はお二振り、うん、小ぎつねさんと森くんだね。森くん来るか。そっか、まあこのニョロンの髪の毛で分かってたけど毛利くんね、うん、久々の担当極め、うん、来ましたね、うん、で太刀の小狐さんね。三日月さんいつ来んのすごいもったいぶってるけど、三日月さん結構後なのかな、うん、ねえ、よし。で経験値増量キャンペーンでございます。うん、通常2倍ケビシ5倍。いや、通常5倍、ケビシ10倍ぐらいでいいと思います、うん、最近のイベントでもらえる経験値を考えるとそのぐらいでいいと思います。はい、敵を撃破し部隊を強化せよ。はい、1週間ですね、うん、で、はい、ドロップ率が2倍らしいです。はいだからここも5倍でいいです。5倍にしようぜ。うん、例えばドロップ率が 0.01 だったのが 0.02 になるわけでしょ。だから5倍だったら 0.01 が 0.05 倍に5になるわけだから、嬉しいな嬉しいな。うん、担当が終わったみたい。はい、迎えに行こうか。催し物、うん、5倍2倍、5倍、2倍。ああ、これを押すと、あれ？そのまま戦場に行くの？せっかくの晴れ舞台だ。ですよね。かっこよく行こう。ですよね。はい。で、前回の終わってしまった拡充計画のイベント、皆さんどうでしたでしょうか。稀にドロップしましたでしょうか。僕の本丸はですね、僕はずっと今回はもう日本号さん、うん、一点集中で、はい、行ってたんですけども。絞り込み槍、さあ何振りいるでしょうか。ドン、はい、一振りでございますこれはしかもドロップじゃなくて80回行った時の報酬なんで、はい、天井報酬ですね。はい、確定の一振りなので、マレ男子は、ドロップしておりません。なのでこのドロップが2倍になったということは、うん、やったぜ、わーい嬉しいなと。まあ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 、気を、うん、取り直して、じゃあドロップ2倍狙っていきましょう。ドロップ2倍っていうと、遊び方、戦闘、どこだっけ、攻撃、出陣か。出陣の、これだ、合戦場で入手可能な刀剣男子。うん、これ見ていきましょう。さあ、誰狙いに行きますかね。うん。まあ、大体僕はこういう時はいつも、うん、明石さんのとこ行ってるんですけども、三条大橋ですね。うん。それ以外はちょっと久々すぎて覚えてないな。うん。どのステージで誰っていうね。古流さんは覚えてる。確か8-2じゃなかったっけかな。うん。どこまであるんだこれ、結構長いな、ここまで。あ、不具合と思ったらまずこちら。あ、すいません、日本豪さんが落ちなかったんですけど、稀に来てくる日本豪さんが来てくれなかったんですけど、ちょっとこれ、不具合じゃないですかね。どうすかね、うん。なんて、うん、問い合わせちゃダメですよ。うん、最終ステージが8-3だよね、確か。が、日向政宗くんが来てくれると。うん、蛍くんもいるよ、やったぜ。あとは他のところでも見られる方々かな。まあ、ここは日向くんですね。うん。で、通常のマスも意外と、うん、おっていう方がいたりするんですけども、ここはそうでもないかな。うん。だね。うん。で、ここは8-2の、阿弥陀神ね。阿弥陀神ねが、ここですね。古流さん。はい。古流影光さんがいらっしゃると。これ何順なのこれ。これなんでこの真ん中辺なのこれ。だよね。どうしようかな。どこ行きましょうかね。どこ狙ったらいいのか。わからんのー。まあ、古流さんは、担当キャンペーンの時にたまーにこう
うん、あの富士札の皆さんとか、ね、松の札の方々がたまに、うん、呼んでくれるんで、まあちょっと難易度高いですけども、ヒューガー君狙ってみましょうか。うんですね、ヒューガー君は担当では多分来ないんじゃないかな、ちょっとわかんないけど、うん、なんでちょっと行ってみますか。うん、じゃあちょっと編成していきましょう。よろしく、どうぞ。はい、編成が完了しました。最近まあ頑張って育てている、うん、極め立ち部隊でございますね。はい、装備は全員統一しておりまして、軽騎兵、重騎兵、盾兵の、うん、3種類で揃えております。はい、でみんなレベル40以上でございますね。はい、でですね、今ちょっとですね、まあ製図を見ていただきたいんですけども、まあ相変わらず食材切りさんすげえな。まあカンストだったかな確か俺、うん、内番にですね、もうずっとこの2人行かせてるんですけども、もう結構経つんですけども、まだ終わんないんですよね。なかなか、うん、潜在能力高いかもしれない、うん、どんどん生存力上がっておりますこの2人。はい、じゃあ、頑張っていきましょい。でこのメンバーで、せっかくの晴れ舞台だ、うん、かっこよく行こう。8の3どうなるんじゃいと思って、うん、シナノここどのメンバーで行ったかな、クリアした時、多分担当多分極め担当ズ、うん、で行ったような気がするんですけども、このメンバーで行ってみましょうか。舞台選択、はい、食大切り、光忠、山伏、国広、はい、ひげ切りさん、ひざ丸さん、獅子王さん、鶴丸、国永さんというメンバーでやってみたいと思います。どうぞ。レッツゴー、イエー、かっこよくいこう。そうだ、あと編成によってこっち行ったりあっち行ったりっていうのもなんかあったような気がするけども、覚えていない。人に穴とかないかな、全然覚えていない。そういうところから登場したいよね。はい、人見れる、お、見える、見える、あ、なんか手動になってるな、自動でいいよ。さあどんなもん。おさふね派の僧、三つただが一人、マイル先制攻撃を決めていく。あ、倒せるね、倒せるね。あ、でもあれか、そっか、ここ途中までは雑魚なんだっけ確か。あ、でも早いな、ちょっと決めたいよね。まあ、盾兵だからな、装備してんの。残念、こっちなんだよね。軽騎兵三つだったら先に殴れるぐらいかな。まあ先に殴られても全然痛くはないんですけども、うん、そうだそうだ、途中までは大丈夫なんだよね。兄者を差し置いて、おお、まあ経験値2倍、あ、聞いてますね、うん、地味に聞いてる、うん、なかなかいい経験値。そう、確かここか、なんかこの辺から急に強くなるんだったよね、うん、ここ、あ、思い出した思い出した。じゃあ、その辺までは、うん、ちょっと飛ばしていきましょうか。うん、じゃあ、また後で会いましょう。夫人に穴とかないか。はい、ここまでやってきましたよ。あ、これで下行かなきゃいいんだけどね。うん、であと結構闘争削られちゃいましたね。ちょっとヒゲさんの経験兵が落ちそうだけども、一回振り引いたのが痛かったな。ちょっとここで振り引いたんですよ。上行け、上だよなそれ、うん、よし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 、これはボスコース乗ってるのかな、うん、こっち行ったこともあるけどな、一回。夫人に穴とかないかな。さあどうよ、そういうところから登場した。失敗、もう魚鱗で行こう。火力はパワー、お力こそパワー、形勢有利。あ、そうだ、脇差しか、はい、あいつやばいんだよね。よいしょ、あー削られる、闘争結構死んだな、ここやばいぞ、闘争結構死んでるぞ、結構死んでるぞ、まずいな。有利引いてこれか、闘争死んだぞ。大きな流れの一部でしかない、あー1人2人3人4人
ああ、いや、まあ行けるだけ行ってみましょう。うん、全部盾兵とかはちょっとやりすぎな気がするんだけど、そういうところから登場した、ね、失敗。もういいよ、魚鱗で力を起こすパワー。おさふね派の層、うん、振り引いた。勘弁してください、勘弁してください。やめてやめてやめて、触らないで。勝機かっこよく決めたよね。勝て。フリーフリーで、やばいやばいやばい、山伏さんの闘争が何にもなくなる、何にもなくなる。勝てるは勝てる、勝てるは勝てたけど、もう闘争が全滅の予感。戦もまた大きな流れの一部でした。久々に闘争が全滅する姿を見られるぞ。やばいな。上行くか。え、それダメじゃない。ああ、そう、いいのかいいのかいいのか。ああ、一応ボスコースには乗った乗ったけども、夫人に穴とかないかな。うん、ちょっとレベル足んねえ。うわー、失敗する。ちょっと固めに行こうか、大対人で、うん、ちょっと弱気に行こう。おさふね派の層、うん、弱気に行こう。上から失礼、上から失礼。マイル、ドラッマイル、マイル。あ、倒せない。さすがに大対人じゃ倒せない。お互い大対人か。あー、山伏さんの闘争がいなくなりましたですね。危険ですね。節操の筋肉。あー、ちょっとそこ殴る。すごいな、闘争いなくても、闘争いなくてもあんま食らわないな。節操の筋肉。今2ぐらいしか食らわなかったよね。闘争なくても勝てえな。大きな流れの一部です。いやー、すごいすごい、経験値うめえうめえ。新たな統計。はいはい、骨ば見通しろ。あ、そういえば、あの、一昨日また久々に映画見ました。なんか2か2、3ヶ月に1回ぐらい僕映画見直してる気がする、うん、さあ、ここ一戦耐えればボスですよ。ここなんとか耐えないとな。山伏さん耐えられるか。 うわー、もう見ない。大隊人。もう耐えろ耐えろ、耐えれば僕らの勝ちだ。先制攻撃、よいしょ。お、破壊した。いいねいいね。やめてやめてやめてください、やめて。あー、あ、3ダメージで済んでる。すごいな、闘争いなしても3ダメージで済ましたぞ、山口さん。勝機、これあれだね、手入れ資源ゼロキャンペーンだったら闘争なしで来るのもありかもしれないな。うん、3しか食らわないし、俺でいいんだろうか、1回殴られても。じゃあボス行けましたね、レッツゴー。いけんな、このレベルでいけるな。まあちょっと足りない気はしますけどね。いよいよ、うん、KO されたら負けだ。いいかい、全員45ぐらいになったらいいかもしれない。うん、失敗はするのは分かってる。まあボスだからもういいだろう、魚鱗陣で火力で攻めましょう。おさふね派の層、三つただが、うん、有利引いたし、よし、火力はパワー、いけ、先に倒せ。お、倒した、なぎなた倒したのでかいぞ。あ、もうこれ以上闘争を壊さないで、闘争を壊さないで。たとえ敵が大量であろうと、大量であろうと、恐れずに足らず、見た目だけじゃ終わらないさ。上から失礼、上から失礼。おせ、うーん、あー、やばい、あーあ、お、答え答え、こいつ、あ、こいつ、あー、さすがにあいつの攻撃量は高いな。あ、来たぞ、触りを覗きたまえ。おーおーおー、倒した倒した。いいね、決めたね、山伏さん。今回山伏さん絶対 MVP だわ。ああ、誉れ高き刀剣男子よ。兄者を差し置いて、お、1万4000とか行くんだ、1万9000とか行くんだ。いや、でもちょっと闘争がやばいな、ここ本当に。もうちょっとレベル欲しいですね、45ぐらいかな、うん、やっぱり。さあ、何かが2倍なはずなんですけども、どうですかね、何かが2倍のはず、どうでしょう、何かが2倍のはずなんですけど、
どうですか、イベントだよ。阿蘇神社にあったホタル丸です。じゃーん、新内登場。いや僕的には、ね、あの当たりです。はい、僕的にはすごい当たりです。やったぜ、さすが2倍キャンペーン。いや違うけどね。いや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 、うん、ヒューガ君来なかったけど僕的には2番目に当たりなんで、はい、ありがとうございます。というわけで、はい、まあ8の2でしたね、うん、なんか間違えて8の3って言ってましたけど、8の2で、一応を極めたち、この40から43のレベルでクリアすることはできましたけども、できましたけども、装備がボロボロですね、うん、ちょっと行きたくないから。うん、でもまあまあまあ、うん、クリアはできるっていうのは分かったんで、はい、だもうちょっとレベル上げて、まあ45か、まあ50かな、安定していくには50なんですかね、うん、ですが、はい、まあ、新たな、うん、ホタルくんも迎えられたんで、良きかな、良きかな、うん、ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。じゃあ失礼します。オスオスオス、いろいろ混ざっちゃったな。